カーリー、あなたって本当にいけない子ね。カーリーって呼んでましたからね。いや、あの頃は僕もね、人生で突然忙しくなってしまった時期だったんですけど、まあそれでもなんかそういう時に限って、まあ、寄せばいいのに、毎晩仕事が終わるといろんなパーティーのお誘いとか、新しくできたレストランとかナイトクラブとか、まあ、毎晩誘われちゃうどっかへ顔を出して、青山とかね、赤坂とか飯倉とか新宿とかですよね。そうするとまたそのいつもどこでも彼女のことを見かけるんですよ。まあ、本当に一目見てしまうタイプの子でしたからね。いつの間にかこうお互い顔だけは知ってるって感じだったんですけど。で、ある時一緒にいたそのテレビのディレクターだった子に、こいつがまたいわゆる社交家だったんですけど、ねえ、あの子知ってるって聞いたら、ああカーリーだろって言って似合って笑うんですね。で、その似合ってるのはどういう意味なのか、その時あんまり深く考えなかったんですけどね。まあ、なんとなく僕はね、ファッションモデルか歌手か、女優の卵なのかなと思ってたんですけど、そしたらある日突然なんかの広告だったと思うんですけど、彼女のヌードのポスターが街中に貼られてるんですよ。で、そのポスターがまたすぐ盗まれちまう。で、そうするとね、それがまた評判になる。のんびりした時代だったんですけどね。
でそういうちょっと有名になった女の子とかにはそのすぐ歌ってみないとか映画に出てみないなんていうやつが近づいてくるもんね。いやそれでですね、いやいや僕もね恥ずかしいんですけどね、彼女のレコードで作詞をしてるんですよ、何曲か。そう、うん、2枚もやってるんです。で最初のアルバムが、うん、ビューティフルノモトカリアで、次がね、うん、ノモトカリアフィーリングナウだったかな。いや内容は決して悪くなかったんですけどね。いや今や、まあ、若い人たちの間ではそのお宝前になってるらしいんですよ。その最初のアルバムの時会わなかったんですけどね、2枚目の時会いました。ねえ、あのレコード会社の1階のティールームでね、うん、そうね15分ぐらいだったと思いますよ。遠くに対して話はね、うん、あの麹町にあったね明け方までやってるカレー屋さん、あのカレー屋さんじゃなくてね、あの、まあ、インド料理ですかね、インド料理のレストランの話とかしたのかな。で今度お誘いしますよなんて言ってて、彼女だって最後だったかな。突然東京のどこでも彼女のことを見た人がいなくなってね、で僕もなんとなく彼女のことは忘れてしまったような感じでした。それでも、噂はね、見にしましたよ。本当にいろんな外国の男と結婚してヨーロッパに住んでるだとかね、死んじゃったとかね。いやー、まあ、本当に懐かしいというか、僕なんかにはあの時代を蘇らせてくれる名前なんですけどね。でもまたどうして今カーリーなんですか？ミュージック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 Music
the number. 10. が言ってた通りの綺麗な子ね。でもいいこと、カーリー、よくお聞きなさい。女の子が若くて美しい時なんて本当に短いものなの。この町に暮らしていればあなたもきっといろんな人に出会うでしょう。でもカーリー、忘れないで、いつも自分自身を大切になさい。
side by side. We were never alone, as if each of you knew exactly what was going on. As if you were夢から覚めると王子様が現れてカーリーに口づけました。そしてカーリーはいつまでも幸せに暮らしたのです。ところがそんなことはなかったんですね。子供たちは砂遊び、コーヒーの時間が
to do the bossa nova? I think the bossa nova rhythm is very sexy. And the rhythm goes like this. カクテル片手に女の子と踊ってるあの男性、あの人プレイボーイだけどすごいお金持ちなの。どうカリ、興味ない？月曜日の朝がやってきた。マリアは真夜中に一人ぼっち、鏡の中いつも一人ぼっち。
た大好きな私の黒いウサギに口づけたらもう二度と泣かないごめんねが面倒を見てあげる。ねえカーリー、あなたしばらくこの町を離れるといいわ。¡Gracias!
のね、カーリー。24時間営業の街の外れのドライブストアで、私たちは真夜中に出会った。眠らないで、私のことが好きなのならば眠らないで。
リー、あなたは今幸せなの？幸せになりなさい。